夏というのはこんなに人を苦しめるものなんでしょうか。今日は全国社会人サッカー選手権大会関西予選第1試合目、 FC イージーさんとおこしやす京都 AG さんの今クーリングブレイクです。この会場でクーリングブレイクでもね、ということで動画をどうぞ。さて、今回お送りするのは全国社会人サッカー選手権大会、通称全社の関西予選の2回戦です。おこしやす京都 AC 対 FC イージー、02なのか02なのか読み方聞くの忘れたわ、イージーさんです。会場は先週に続いて太陽が丘の B グラウンドです。おこしやす京都 AC は先週高塚 FC さん、まあ、兵庫県の県リーグに所属しているチームを相手に10対2と快勝しました。全社出場まであと1試合、リーグでは大立場になっているので JFL 昇格のための選択肢を増やすという意味でこの全社出場権獲得したいところですね。でこちら一方 FC イージー、兵庫県の明石にあるチームです。今季は関西サッカーリーグ2部で上位維持、好調な成績を残しています。先週はルートイレブンという大阪府リーグのクラブに大勝してここに駒を進めてきました。試合は午前11時、暑そうでしょ、暑いですよ、11時にキックオフされました。序盤からペースを握ったのは一つカテゴリーが上のおこしやす京都 AC です。村井選手の左サイドへの侵略が特に効果を見せました。そして14分、小島慶達選手が前回の試合に引き続いてゴールを決めて2試合連続得点、これでリードを奪います。さらに30分には林翔太選手のシュートがクロスバーに当たるなどのチャンスを作りまして、リードしてハーフタイムを迎えます。前半はもうおこしやす京都 AC の試合でしたね。で後半は逆にイージーの方が攻勢をかける展開になりましたけども、おこしやす京都 AC のゴールキーパー富山選手のいいセーブもありまして、なかなか得点が生まれませんでした。そして試合終了間際、清川さすが選手の右コーナーキックから西村洋平選手がヘディング、これがゴールに決まっておこしやす京都 AC が追加点、2対0というスコアで試合は終了し、おこしやす京都 AC が全国社会人サッカー選手権大会の出場を決めました。ただイージーさんもね、後半いい場面があって結果が出てることがよくわかる試合でした。はい、ということで、おこしやす京都 AC 小島選手にお越しいただきました。2試合連続ゴール、そうです、絶好調ですね。まあそうですね、やっぱり鹿児島に行きたいっていうその思いが試合に表れて、で結果的にそのチームの勝利に貢献できたっていうところではめちゃくちゃ嬉しく思いますし、また鹿児島でも試合あるんで全然これで満足することなくまた自分に追求していきたいと思ってます。ゴールの先制ゴール、はい、本当に重要な、もう試合の流れを決めるようなゴールでしたけれども、その、あの解説をセルフ解説としてはどうですか。まあそうですね、聖太君がそのボール持った時には絶対にオーバーラップしろっていう風にその練習中からコミュニケーション取っていたので、まあ、ああいう形でそのタイミングよく抜けれ出せれて、で聖太君 の, そのボールも良かったですし、で、まあ、最初クロス上げようと思ったんですけど、そのタイミングで右目に相手打つって、あこれ来るなと思ったんで、まあ、切り返したちょうどいいところにボールを受けて、で、まあ、あそこをかわそうとは思ってなくて、マックスにマイナスに出そうと思ったら相手結構早めに動いてくれたんで、あこれいけると思ってそのままゴール行ったら、まあ、いい感じで点取れました。あの冴えてますね、はい、本当にそうです。あの先週の動画で出したと結構熊本のサポーターからも、はい、あの反応はあったんですけど、周りからはどうですか。いや、まあ、そうですね、あのずっと熊本の時から応援してくださっている方がいて、でもその方々からメッセージっていうのが来ましたし、それはめちゃくちゃなんか見てくれているなっていう風に感じたので、また
もっと頑張らないとなというふうに思いました、はい、という点ではまた来週から、まあ、残り5試合あるんですけど、はい、そこに目標か何か持ってますかテーマ、まあ、そうですね、またリーグ戦再開して、でまあ、自分は得点を取れていないのでこういう感じでまた勢いづけでリーグ戦でも点取れればいいなというふうに思ってますし、まあ、目標は JFL 昇格なんで、自分の点で勝利に貢献できればいいかなと思ってます、はい、ありがとうございます。来週も延期分の試合がありますけれども、はい、そちらに向けて意気込みとメッセージをお願いします。まあ、前節負けている森山侍との試合ですが、竹菱スタジアムということで、人もたくさん来ると思うんですけど、まあ、その中で JFL 昇格に向けて、絶対に勝たないといけないという試合の中で、自分がどれだけいいパフォーマンスをして勝利に貢献できるかというところで、まあ、たくさんの応援も来ると思うんで、頑張れると思うんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。小島選手でした。2試合ゴールおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。おこしやす京都 AC、試合終了間際の、追加点を決めました西村洋平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはじゃあ試合の感想からお願いします。まあ、まずは本当に勝ち切ることがチームの目標だったので、そこで勝ち切れたっていうところと、まあ、あとは、まあ、苦しい時間も続きましたけど後ろはゼロで守りきれたのがすごい良かったなと思います、はい、最後のゴールのじゃあ感想解説もお願いしていいですか。ずっと練習でやってきた形だったので、ね、まあ、個人的にずっと取りたいって思ってたのと、あともう清川選手の、ね、触るだけの素晴らしいボールが入ってきたのでもう清川選手のゴールといっても過言ではなかったなと思います。じゃあ50-50ぐらい、ね、いやもうあの99-1ぐらい、はい、1ぐらいなんで。さすがキャプテン、キャプテンらしい発言で、ということでキャプテンとして、まあ、チーム全体のこと聞こうと思うんですけど、まあ10試合でやって1試合延期になったから9試合終わったんですよね、はい、それ振り返ってみてチームとしてはどうですか。まあ、開幕戦しっかり勝ち切れたんですけど、その後、まあ、2連敗してしまって、まあ、チーム的にも苦しい状況が続いてたんですけど、まあ、そこからしっかり、まあ、1回持ち直して、で後期リーグ今2連勝続いてるっていうところで、ちょっとずつチームする自信も出てきて、で今年は若い選手もだいぶ増えた新しいチームになってるので、そこの、まあ、若い勢いも借りながらチームちょっとずつあの形になってきてるかなとは感じてます、うん。まあ、今、まあ、リーグでは追う立場になっているわけですけれども、前者に出るっていうことでちょっと気持ち変わるところもあるんじゃないですか多少は。まあ、やっぱりリーグ戦だけじゃなくて前者の戦いもっていうところで、まあ、どちらもしっかり勝ち切っていい成績残せるようにっていうところでちょっと気持ちの余裕はできたかなと、ね、はい、思います。じゃあ前者5試合最大5試合どうですかイメージとしては。去年チケツで3連戦経験しているので、そこプラス2連戦っていうところで、まあ厳しい戦いだとは思うんですけどまああの気持ちで乗り切ろうかなと思います、はい、ということで期待しましょう。あのお越しやすは延期分の来週の試合もありますので、そちらに向けて意気込みとサポーターへのメッセージをお願いいたします。来週の試合はホームの西京極でリーグ戦ができるっていうところで、まああの暑い時間帯なんですけども、一緒にスタジアムで戦っていただいて、リーグ戦しっかり勝って、もう自分たちで上の順位に行けるように勝利をつかみ取りたいと思いますので、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おこしやす京都 AC 西村選手でした。おめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。おこしやす京都 AC ムスタファ監督にお越しいただきました。まずは勝利おめでとうございます。感想からお願いします。 The first place, Thank you to my supporters. まずはあのファンの皆さん、ありがとうございます。They came to support us and we're very happy. ミーヒューの皆さん、とてもあの嬉しく思いました。And I think today's game was a little bit harder than last week. まああの前試合よりもやはり今日の試合っていうのはタフなものになって。But we knew, so we planned towards it. ただそのことも我々としては事前にしっかりと予測できてたので、そこに向けた準備もしっかりできた。And so we worked very hard at training towards this game. この試合のためにあのハードなトレーニングを積んできましたし。How it's going to be and how we are going to face the tough situation and どんなシチュエーションになるかっていうところを work on that on the field of play. そこをあのしっかり出せた試合かなと。And I think the players did what we told them to do. で、まあ伝えたことっていうのを選手たちもしっかりピッチ上でやってくれて。Which was very good for the team. そこはあのチームにとってもいい形になったので。That is why we got two goals. まあ、それをしたことで2得点決めてしっかり勝ったのかなと思いますし。So we worked towards it at training and we showed it here.
あのそういうやったことをこの試合で見せつけられ、あの見せきれたかなと。Thank you very much. はい、あのいつもとは違う相手と、まあ、2試合戦ったわけですけれども、この前者の予選でこう得たもの、成長したもの、何でしょうか。 I think、what we get is、how we can improve ourselves. 自分たちをどう改善していくことっていうところをあのこの2試合通して学べたかなと。 Because we know the levelWe'll be going higher and higher, so どんどん予選が進みつれて、その相手のレベルも上がっていくという中で、 So improvement was what、we worked on towards this first game and again. 自分たちのチームとしてどう改善して次の試合に臨むかというところを、あのそのプロセスをあのしっかりと経験できたというところが良かったかなと思います。 So the main thing that we got in these two games was improvement. How we can improve ourselves towards every game.毎試合毎試合あのいい形で改善していく、修正していくというところが、あの今回この2試合通して得られたところかなと思います。 What I'm happy about it is、when we see the、problem, we solve it at training and the players you know, do their best at training to help solve the problem. チーム上であのピッチ上で起きたところ、何か問題が起きたら選手の中で修正してというところのコミュニケーションだったり、そういう姿勢が見られたので、そういうところも良かったかなと思います。はい、まあ、本当にあのそのコミュニケーションという点で良くなっているなということを感じます。ここからの5試合、リーグでは5試合残ってますけれども、そちらに向けてテーマ、どういう取り組みをしていきますか。 I think the first game left, our team is to work hard and win all game. 全ての試合勝つつもりでいますけれども、 Because we don't want to lose any game in this league game. So team, I think our teamis to go back to our now before we used to play three back and モノード3バックでリーグ戦始めてやってきましたが、それを4バックにしてやってきた中で、 so I think we still go back to three back and our team will be transition towards、まあ、そこもあのフォーメーションというところもこの残り5試合うまくあのはめながら、 so our team will be transition towards the coming leagueまあ、リーグ通してという意味で言うと、各試合しっかりと切り替えの意識を持ってこの試合あの毎試合臨むというところ。はい、分かりました。あのちょっと選手個人になりますけど、田辺選手がハーフタイムから出て20分ほどで交代になりましたけれども、あの状態はいかがでしょうか。 I think、I'm preparing them for the league and since he just came back from injury、まあ、彼はあの部屋から復帰したばかりなので、まあ、リーグ戦に向けるという意味もあって、うん、So it was a strategy to prepare them. So, そこに向けたある意味戦略的に、mm. あの時間配分というところで今回は。Mm. That is why he came in the second half and he came back. So another player can also go to set them ready for the consequences, subsequent league matches. 途中から出るという形で、まあ、プラン通りという形で。ああ、もう怪我とかの再発でなかったら本当に良かったです。はい、また来週も試合ありますので、そちらに向けてメッセージと意気込みをお願いいたします。 I think、we always appreciate their support. まずは、本当にいつもサポートありがとうございます。 And、we really need them this time we are playing a league at home. 特に来週っていうのはホームであの試合ですし、so、まずより皆さんの応援っていうのがあのいただきたいなというふうに思います。We want to see them in their masses because when we see them, we feel happy. It gives us more, more encouragement to play very well. 幸せな気持ちでプレーできると思うので。So we really want them to come and cheer us up. ぜひ見て、あの私たちの応援をお願いしたいなと。And we will never give up. We also do our best to make them happy as well after the game. 最後まで戦い抜くというところは見せたいと思っているので。Thank you very much. ありがとうございます。I really appreciate you. ありがとうございました。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。おこしやす京都 AC、ムスタファ監督でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて、これでおこしやす京都 AC が出場することが決まった前者、全国社会人サッカー選手権大会ですが、今年は鹿児島県の志布志市単独開催です。まあ、これまでは前者って国体の1年前に国体のプレ大会としてやるっていうのが一般的だったんですけれども、このコロナ禍でスケジュールがずれちゃったんで、それでまあその関係なのか志布志市でやることになりましたね。ホテルが少ないんで皆さん行く方は気をつけてください。日程は10月の14日から19日にかけて、
5日間で最大5試合行われるトーナメントです。4位以内に入れば地域 CL の出場権が獲得できるほか、 J リーグ入りを目指してないクラブも JFL 入りを目指してないクラブにとっても大きなタイトルということには変わりありません。非常に面白い大会なんで、ぜひ注目してください。ということで、またお会いいたしましょう。カコヌバキでした。バイバイ。